はいどうも、さかねダブルスニッキです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、形式の様子をね見てもらいたいなと思っております。今回のテーマなんですが、小難しいことはねやらないでおいて、すごく基本的なこと、まあダブルスにおいてねすごく基本的なことなんですが、すごく大事なことをねちょっと喋りたいなと思っております。まあよく言う言葉はペアを生かす、これをね、よく言われると思います。で、僕もねもちろん言うんですけども、その裏側にある言葉っていうのは何なのかっていうのをね紹介しながらやってみたいなと思っております。かなりね、簡単なことなんですけども、なかなかね、このテーマはね気づかない方が多いですので、そういう点をね、ちょっと紹介できたらなと思っております。さあ皆さんね、正月迎えましたけども、皆さんねどうやってお過ごししてますでしょうか。ドクター教頭はね、普通に1月4日から、レッスンをしております。かなりねハードなんですけども、まあまあ皆さんね体には体調にはね気をつけて、テニスを楽しんでやっていってください。ドクター教頭もね怪我なく今年1年はね過ごせたらいいなと思っております。この動画がね良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう、本編スタート。ちょっと平行練習しとこう。で、すげえ単純なことやろうか。球出しを短く出してアプローチからしようか。で、アプローチはクロスで、そっからもう何でもありで、いこう。ロブ使ってもいいし、ストレート打ってもいいし、クロス打ってもいいし、短かったアプローチもしていいし、もう何でもありのフリーの状態で、いわゆるボレーを極力絡ませるようにっていうのを練習としてちょっと意識しながらやっていこう。で、一つテーマとして、一つテーマとして考えときたいのは、ペアをどうやって活かすのかっていうのを考えながらちょっとやってみる。個人技でバッチンバッチンじゃなくて、ペアがこうなったら動きやすいよねっていうのを考えてあげる。で、それに対してペアが、あ、こうやったら動いたら、それをチャンス拾えるよね、ケアできるよねっていうのを考えながら、ちょっとこの形式をやってみる。アプローチから、球出し短いのアプローチ、一歩前、で受けて何でもありっていう形、ロブでもいいしストライスでも全然 OK やから、一応まあセンターケアからスタートっていう形でやってみようか。さあそしたらね本編の方をスタートしていきたいなと思っております。で、まずね練習方法なんですけども、眼光眼光の方から、スタートしてください。で、眼光をね片側からね短いボールを、ちょっと出していただいて、アプローチをしましょうと。で、平行眼光で勝負をすると。なんかすごく単純な、練習なんですが、これの何がテーマなのかっていうとね、まあ、今さっきドクター教頭が喋ったんですけども、かなり、すごく単純なんですが、ペアを生かす、まあ、オープニングでもちょっと喋りましたよね。ペアを生かすということを考えながら配球してみてはいかがでしょうかと。これめちゃめちゃ難しいんですよ。言うたらペアを生かすって皆さんどういう風に考えてますでしょうか。ペアを生かすっていうのは、まあすごく単純なところでいくと、基本的にはですよ、僕の、ドクター教頭の考え方としては、クロス側、まあ、言ったら自分に対して対角クロスに打つのはペアを生かす配球で、ストレートに対しては、自分を生かす配球、この2種類をね、ドクター教頭の中では、結構考えてますし、普段からね生徒さんにも、伝えてます。まあストロークでもねボレーも含めなんですが、基本的にはそういう考えでいいんじゃないかなと思っております。で、なのでまずこれがねまず重要な点になってきますよ、覚えておいてください。で、まずペアを生かすためには何やっぱ必要なのかって言ったら、相手が平行陣だったら足元狙う、まあ、これ大事ですね。で、まあクロスロボを使ってあげる、まあ相手がクロス側が詰めてきたクロスロボを使ってあげる、そうするとストレートロボが来やすいのでペアに配球が行きやすいんじゃないかと思っております。ペアを生かすってねなかなか難しいんですけども、これすごく革新的なことを今から言うので絶対に、スキップしないでほしいんですけども、ペアを生かすためには何が必要か、もちろん浮かしてしまって、今さっきみたいに、ね、浮かしてしまったりするともちろんペアは生きないんですけども、ペアを生かすということはペアが動く気持ちがないと無理ってことなんですよ。ここがすごく重要なんですね。これ皆さん覚えておいてください。なのでこう配球するってなった時に、重要なことっていうのはしっかりと、まあ、例えばですよ、10球中10球クロスの足元行きましたと。でもそれでも、自分のペアが何もしなかったらどうなりますか。もうなんとなく分かりますよね。何も起きないんですよ。ただ相手は頑張って返すだけになってしまってペアが生きないんですね。っていうことはペアを生かすということは何が必要なのかっていうと、
そのペア本人が動くということがすごく大事なんですね。なのでここを皆さん、覚えておいてください。なので、ダブラーとシングルスプレイヤーの違いっていうのは何かって言ったら、ショット一つ一つ、まあ例えばクロスの足元打った、でもまあ動かないですよ、でもショットがいいのでそれでポイントを稼いでいってる。なのでシングルスプレイヤーはショートクロスだったりだとかストレートアタックがめちゃめちゃ多くなるんですね、ストロークの時に。なのでここをね、皆さんなんとなく分けてみてください。相手がどんなプレイヤーなのか、まあ、ペアの、足元沈んだ、まあ、例えばですけどもショートクロス打ってそれに対して反応しているのかどうか、それとアタックした時にセンターケアをしているのかどうか、それについて、まあ、あのダブラーだっていうのか、まあ、シングルスプレイヤーなのかっていう風に分かれていきますと、あのドクダケドはね思っております。まあ、全部が全部じゃないんですが、そういう風な形でね分けてみたら相手のなんとなくの特徴っていうのはつかみやすいんじゃないかなと思っております。なので、まず自分がやりたいことっていうのはペアを生かす配球を覚えるんではなくて、ペアのショットに生きる自分がどういう風に作りたいのかっていうのをまずね考えてみてください。まあこれもね、またそれは違う動画で上げたいなと思っておりますのでね、ぜひそれは楽しみにしておいてくれたらいいなと思っております。まあ今回はですね、あの途中でドクダケドが喋らずずーっと今ね、マイク越しに喋ってるんですけども、聞き飽きないようにね、頑張って聞いてください。今回ね言ってることっていうのはかなりすごく重要なことを喋っております。まあ、動画はねずっと流しっぱなしなんですけども、あのすごく重要ですので皆さんね覚えておいてください。ペアを生かしたいのであれば、自分がまず覚えておくべきことは、自分が生きる練習をすることが、ペアを生かすということの近道になるんじゃないかなと思っております。さあいかがでしたでしょうか。今回はですね、小難しいことをせずにすごく基本的な練習の中で、ちょっと教えたいことを喋ってみたんですけども、ご理解のほど、いかがでしょうか。今回はですね、何が言いたかったのかっていうと、ペアを生かす、あ、ごめんなさい、おさらいですね。ペアを生かすためには、何をするべきなのかって言ったら、まず一つ考えておきたいことは、クロス側に打つのがペアを生かす。で、ストレート側には、ペアを生かすのではなく、ストレート側に打つっていうのは自分を生かす。この2点がすごくまず、起点になってほしいんですね。で、これは、覚えておきましょう。ロブも含め、全部のショット、全部、そうだと思っといてください。で、もう一つ重要なことっていうのは、ペアを生かすためには何が必要なのかって言ったら、もちろんクロスの足元を打ちたいんですけども、ペアが動く気がなかったら、ペアは生かせない。っていうことがまず重要になってきます。なので、ペアの気持ちを考えて配球したところであんまり意味がないんですね。なのでそれをやっていく中で重要なことっていうのは何かっていうと、まず自分が、動く練習をしてみてはいかがでしょうか。ペアの配球に自分がどう反応するのか、どういう風な形で入ったらペアのショットに生きれたのかっていうのをね、考えてみてはいかがでしょうか。今回はですね、こうやってなかなか珍しい練習の内容なんですけども、すごく基本的なことなんですが、ダブルスでかなり重要なことを喋らせていただきました。この動画をね、最後まで見た方は、ダブルスの考え方がね、少しまた変わったんじゃないでしょうか。どんどんね、動画頑張って上げていきますので、皆さんのためになる動画をね、頑張って作っていきます。これからも応援よろしくお願いします。もうそろそろね、お時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。